こんにちは、アイラです。宇宙についていろいろと考えていると、スケールが大きすぎて眠れなくなるという方もいるのではないでしょうか。宇宙は謎に満ちており、その謎を調べれば調べるほどさらに謎が増え、ドツボにはまってしまうことも多いですよね。そこで今回は、皆さんをさらに睡眠不足にさせるような宇宙の謎を5選ご紹介しましょう。宇宙と脳細胞は構造が似ている。宇宙の銀河と銀河のネットワークをコズミックウェブと言いますが、そのモデルをコンピュータで描くと何かの構造にそっくりなのです。それは人間の脳細胞です。え、どういうこと？と思った方もいるのではないでしょうか。これには様々な理由が考えられます。まず考えられるのが、いろいろなものに物理の法則が関わっているから。宇宙のすべてのものが物理の法則によって成り立っています。これは私たちの身の回りのものや私たち自身も同様です。そのため、同じような構造のものがあっても不思議ではないのです。ちなみにコンピューターのネットワークも同じような構造をしているそうです。都市伝説好きな方の中には、宇宙は誰かの脳なのかもしれないという説を展開している方もいます。実際 SF 小説の中でも昔からそういった話はあります。謎だらけな宇宙ですが、人間の脳も謎が多いことで有名です。この図が本当だとしたら、この宇宙は誰の脳の中なのでしょうか。考えると眠れなくなりますね。宇宙はたくさんある。最近専門家間で、宇宙は一つではないのではという説が語られるようになりました。これをマルチバースと言います。専門家の中には、宇宙の数は10の200乗や10の500乗あると唱える方もいるのだそう。このマルチバースには様々な仮説があり、その一つに多世界解釈というものがあります。これは簡単に言うと、パラレルワールドがたくさん存在しているということです。え、それって SF の話でしょ？と思った方もいるのでは。しかしこれは量子力学による解釈の一つで、れっきとした科学的な見解なのです。マルチバースの仮説はどれも証明されてはいません。しかし将来的には解明できるようになるかもしれないとのこと。パラレルワールドにいる自分は何をしているのだろうなどと考えると、なんだか怖いようなワクワクするような気持ちになりますね。専門家の予想を覆す星。星は老年期を迎えると赤く大きく光る赤色巨星となります。地球の約3700万光年先にある星、大犬座 VY もその一つです。現在この星は質量が太陽の25倍、半径は1400倍以上あります。白鳥座1489星に次ぎ2番目に大きいとされています。通常このような老年期の星は活発な磁気活動は行われていないと考えられていました。しかし日本の研究グループが観測した結果、大犬座 VY の磁気活動が活発であることが分かったのです。この結果はこれまで考えられていた理論を覆すことになります。今後も研究を進めることで、星の進化の過程がさらに詳しく分かってくるかもしれません。宇宙の様々な理論はこうであろうと予想されているものの、解明できないものがたくさんあります。今後も観測技術の進歩などにより予想と違ったということがどんどん出てくるかもしれませんね。宇宙で最も明るい銀河。数年前、 NASA が太陽の300兆倍もの明るさを持つ銀河W22460526を発見し話題となりました。太陽の300兆倍ってすごすぎて想像ができませんが、どんな銀河なのか気になりますよね。今回見つかった銀河は地球から125億光年のところにあります。地球が含まれる銀河に比べると大きさは小さいものの、
放出するエネルギーは1万倍以上。そして太陽の300兆倍の赤外線を発しているのだそうです。その銀河の中心には巨大なブラックホールがあると予想されています。そして今まさにこのブラックホールに3つの銀河が飲み込まれようとしているのです。この大きなブラックホールは13億年ほどで成長したと見られています。しかしこれまでの理論では13億年でこの大きさまで成長することは考えにくいのだそう。宇宙についての様々な仮説に一石を投じることになりました。専門家の間でもこの謎を解明しようと様々な仮説を打ち立てているようですが、謎は深まるばかりです。謎の電波。数年前に発見された高速電波バーストという天体現象。これはごく短い継続時間の電磁パルスが1日数千回も発生しているというもの。観測によるとこの光は50億光年彼方から発せられているのだそう。この高速電波バーストの正体は一体何なのでしょうか。これについては今後も観測を続けなければ結論は出ません。しかし観測すればするほど謎は深まっているようです。ハーバード大学の研究者は巨大宇宙船のエンジンによる電磁波ではという仮説を打ち立てているそう。宇宙人からのメッセージかもしれないと考えている専門家もいるようです。また単なる天体現象だったとしても宇宙の謎解明の一助となることは間違いなさそうです。いずれにせよロマンのある話ですね。宇宙は知れば知るほど謎だらけで、しかも謎はどんどん増えているようですね。だからこそ私たちは宇宙に魅了され続けるのかもしれません。今後これらの謎が解明される日は来るのでしょうか。皆さんも眠れない夜には宇宙の謎について自分なりの仮説を立ててみてはいかがでしょうか。面白い仮説ができた方はコメント欄でお聞かせください。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。皆さんの応援が励みになります。